わかる気されたわ。わかる気されたわ。どこに行きますか？で、カフェと。ライザのアトリエ2。失われた伝承と秘密の妖精。ゼフィーヌちゃん、久しぶりに会ったよ。あら、いらっしゃい、ライザ。空いてる席に座っててね。今日もとっても美味しかったよ。ライザはたくさん食べてくれるから、私も見ていて嬉しくなるわ。胃袋掴まれたね、ライザ。食べるのも冒険のうちだからね。腹が減っては冒険できぬ。だっけ？ちょっと違うと思うけど、でも、冒険か。ねえ、ライザ。冒険ってどんな感じなの？やっぱり楽しくてたまらない？すっごく楽しいよ。自分の知らないものや見たことないものにたくさん出会えるしね。でもやっぱり危なかったりもするのよね。まあ冒険する場所によってはだけどね。危険な場所に行けば怪我することもあるし、運が悪ければ命も落とすかもしれない。それでも楽しいの？うん。私は自分の知らないいろんな世界を見てみたくて冒険を始めたんだもの。そのためならある程度の危険は覚悟の上だよ。なんだかそれだけ熱中できるものがあるのは羨ましいわ。ならゼフィーヌさんも冒険してみたらどう？私には無理よ。この街から出たこともないのに。じゃあ出るところから始めてみたら？無理で決めつけ出るところがあかんよな。そんなの関係ないよ。大事なのは冒険する目的だよ。目的が見つかればゼフィーヌさんだって自然と冒険に出てみようって気になるはずだから。冒険する目的、そんなの私に見つかるのかしら？意外と近くで見つかるかもしれないよ。なんたって見つけるのも冒険だからね。再生みたいなこと言ってる。ここに来たし、ちょっと依頼を受けていきますか？どんな依頼だ？依頼を受けていません。さっきね、言われたしね。言われたしね。すぐに報告できそう。適当でいいよ、もう。ね、とりあえず、どこに行く？どこに行きますか？ライトのあたりに戻りましょう。行くぞ。何かのイベントが始まる。ねえ、見せたいものって何なの？今見せるよ。ほら、これこれ。どれどれ？え？これってまさか。この3年間、クラウディアが私に送ってくれた手紙だよ。恥ずかしいやつや。驚いた？当然だよ。これ、わざわざ島から持ってきたの？もちろん。クラウディアにもらった手紙は私の宝物だし、島に置いてくなんてとんでもないよ。友達思いのいいやつやな、ライザ。なんかちょっとうるっときたな。なんでか知らんけど、うるっときたわ。ちょっと。ライザ。これが。私からの手紙、喜んでくれてたんだ。私、島の外に友達っていないから、こんな風に手紙もらうようなこと全然なくてさ。この手紙が届いたとき、嬉しくて叫んじゃった。やったー！クラウディアからの手紙だーって、本当はね、私からもクラウディアに手紙書きたかったんだけど。ううん、分かってるよ。私は対象と一緒にあちこち移動してるから、手紙を送ることができないって。私、すっごく嬉しかったよ。みんなが島から出てって、一人で寂しい気持ちになっちゃうことも何度もあったけど、この手紙のおかげでいつも元気でいられたんだ。本当に嬉しかった。なんだ、ちょっとうるっと消える俺がいる。よかった。あ、それにしてもたくさん書いたのは覚えてるけど、私こんなに書いてたんだね。なんか改めて見ると恥ずかしい。恥ずかしい。やっぱそうなるよね。うん、恥ずかしがらないでよ。
私の宝物だよ。あ、でも今回はなんとか持ってこられたけど、これ以上増えたら持ち歩くのは難しいかも。大切にしてくれるのは嬉しいけど、全部持ち歩くのはどうかと思うよ。どうかと思うよ。クラーデに注目された。悲しき嫌いだね。嫌いだね。どこに行こうかな。じゃあ行きますかね。よーし、行くぞ。ライザの顔が乗ってたからここかなと思って行ってみたけど、違うやん。あそこに行けば何かあるってことか。そういうことか。行って行こう。こちら側やね。あ、何やここ。初めて見た。初めて来た。あ、やってもだ。別の意味で、あ。あ、これし、ここ調べるだけ。んで、どういうこと。どういうこと。え、下へと行くと行ける。なるほど。前、目の前画面ね。目の前画面ね、市民の皆さん。ライザさんが通ります。来ましたね。鉱山は町の南にあるってことだが、この扉からじゃないといけないのか。いけなくはありませんが、おすすめはしません。遠回りになりますし、道もずっと険しくなります。だいぶ錆びついちゃってるね。これ動くのかな。お前ら何してるんだ。すみません、この先に用事があるので通していただけますか。あ、これはパトリツィアお嬢様。いや、ですがこの先はどうしても鉱山へ行く必要があって。お願いします。ダメでしょうか。いえ、ダメではありませんが、実はこの扉、開かないんです。開かないんかい。開かないんかい。ちょいさ、それやめろ。錬金で何かしようと。どういうこと。長期間整備もされず放置されたままなので、完全に錆びて癒着してしまっているのですよ。そうだったんですか。それじゃあ何か別の方法は。ねえ、錆びてくっついちゃってるんでしょ。それなら錆を取って滑りを良くすればいいんじゃない。ライザ、何か思いついたの。うん、事情が分かっちゃえばね。思いついた道具があるから作って持ってくるよ。早っ。え、マジで。どこか行きてえのか。よーし、アトリア戻ろうなら。はぁ、あ、なんだ。タオ、どうかしたの。さっきからため息ばっかりついて。あ、ごめん、ちょっと考え疲れちゃってさ。みたいね。タオのことだから、また伝承のことでも考えてたんじゃない。まあね。何か新しい発見でもあったの。どうなのかな。正直僕もまだ確信を持ってるわけじゃないんだけど、何度も見返しているうちにね、あることに気づいたんだ。ひょっとしたらあの伝承はもともと一つの伝承じゃなかったんじゃないかって。どういうこと。内容がバラバラな気がするんだ。遺跡の話、錬金術の話、魔を食う獣とか神秘の精とかさ、一つの話にしては突然違う話になってるのが気になるんだよ。確かに一貫性がない感じはするかな。実は僕らが手に入れたこの伝承は、いくつかの別々の話を一つにまとめただけなんじゃないか。だからクリフォードさんは伝承の途中だけ知ってたっていう奇妙なことになってたんじゃないか。なるほど。全部別々の話だって考えたら奇妙じゃなくなるよね。そうなんだ。でもそうなるとまた一つ謎が生まれるんだよ。どうしてそんな別々の話を一つにまとめようなんて考えたんだろうってさ。理由もなくそんなことはしないよね。うん、でも
そうする理由が全くわからない。そうだな、実は何か関係があるとか、別々の話に見えて、実はどれも根っこの部分でつながってて、一つにまとめられるものだったなんてさ。そうなのかな。だとしたら一体どんなつながりがあるのか、はい、さっぱりわからない。もっといろいろ調べる必要がありそうだな。深いな。お、何か覚えた。再開と高山への道、新しいレシピ思いついちゃった。純すぐる、どんなお意味やったっけ。グロリアスオイルの作り方覚えた。グロリアスなオイルを思いついた。何作っちゃおうかな。じゃあ作っていきますかね。下見たけど、こっちあった。どこに入れようかな。とりあえずこっちのものを作っていきましょう。これはね、すごいのできちゃうかも。よし、パワーする。赤い力上昇やったか。上昇はやめた方がよく燃えたか。こんな感じかな。別にね、なんでもいいんや、なんでもいいんや。作りましたよと。できた。油の中でもとびきり滑りがいい油。よくできたな。綺麗な油でしょ。でも舐めたらダメだよ。チェイする。これなら結構ツルッツルに滑ると思うんだよね。扱いには気をつけないと。私が転ぶ。とりあえずあの扉の各所に油を差しに行ってみよう。なるほどね。ね、どこに行くのさ。よーし、行くぞ。マーク職人行く。行きますか。まあ、なんで雨降り出すから。なんで雨降り出すから来た途端に。やめろや、やめろや。そういうのするとさ、どういうことしたくなるやん。あな、そういうことよな、ほんとな。これなんなんやろな。調べる？先週言ったね、この辺に取れたものなのかな。知らんもう知る由もないから知らんとしか言えないんだよ。ほらさあ塗ってみればわかる。取れた。取っていこう、調べよう。いい感じだと思うんだけど。よし塗っていくぜ。雨やけどな。雨やけどな。あ、いやマジですごいぜ。俺は魔法と言われても信じる自信がある。自然禁術なんだよな。本当にそれは私も同意します。まあいい、よくわからんが、何にせよ扉は開くようになったわけだ。だが対抗は落盤なんかも起こりやすくて危険なんだ。できればその辺の人間には言ってほしくない。ですからパトリツィアお嬢様、絶対に廃校の中へ入ってはいけませんよ。って言われたら入りたくなる。パトリツィアとかになったり。もちろん相応の事情がない限り入らないので安心してください。嘘は言ってないけど、いいのかな。誰君。ん、あの方もお嬢様のお連れですか。ん、ずっとなんか見覚えが。まさかこんなところで私たちを知る者に出会うなんて。え、オーレン族。
本当に？言われてみれば確かに雰囲気が似てるね。知っているなら隠す必要はないわね。私はウォーレン族のセリ、セリグロース。誰？何？何この子？もっと可愛い。そういうことじゃね。実は話を聞いてしまったの。私も一緒について行ってもいい？え？どうして？行きたい理由があるの。いいよ、わかった。のおいおい、ちょっと待て。そんな簡単に同行させたらまずいだろう。どんな奴かもわからねえのに。でも、オーレン族の人はみんないい人ばかりだよ。ライザ、オーレン族で知ってる人ってミラさんとキロさんしかいないだろう。そうだけど、そんな悪い人には見えないし、それにダメって言っても一人で行きそうだし。廃校の中の遺跡に行こうとしてるなら一人で行かせるのは危険じゃないかな。クラディアが穴を埋めに来ている。まあ考えてみりゃ、よく知らねえ俺をライザは仲間として迎えてくれたからな。いざ、ライザが決めな。もしヤバい奴だったら、俺がどうにかするぜ。怖い怖い怖い。ライザさんの判断にお任せします。みんな、ありがとう。セリさん、一緒に行こう。よろしくね。ありがとう。助かるわ。おお、なんとか言ってる場合ではないようにしなくても。セリがメンバーに加わり方やな。え、何どうしたん？木星？チュートリアル？木星？木星どっちか。わからん。木星かな。セリが頭上攻撃やオーダースキルを使用したり、木星入学がスキルをされることがあります。木星が付与されている間にスキルを使用すると、使用したスキルが強化されます。強化の度合いは木星のレベルによって変化し、木星のレベルが高いほど強力なスキルとなります。スキルチェーン終了後、木星は消えてしまいますが、再度付与することが可能です。どのスキルを強化させるかよく考えて、コマンドを選択しましょう。まあ行こうか。ここには種があるかしら。何かあるといいね。そうね。そうね。錬金術師にとっては素材になるのかしら。まあ別に今はいいかな。うん。見覚えるないものが出たら方がいいかなと思うが、まああるんであればいいやろ。ああ、ないないない。これはもう何回も。金の蜂の巣。素晴らしい蜂の巣。あ、これは違うかった。間違えて。間違えて取った。許して。許して。この上かな。感じ的に下やね。ってことはこの下行かなかった。アイテムが2つある。取っていこう。よし、終わった。ちょっと、こっち行こう。あ、行こうとして、行こうとして、瞬間に歩き出すのやめないか。よいしょ、オッケー。まあ、やっていてもいいやけどね。いいやけどね。あ、何か来た。ああ、トロッコだ。結構広い鉱山だったみたいだね。トロッコの数もかなり多い方だと思うし。でも、廃校の入り口ってどこにあるんだろう。そうだ！ねえ、動かしたトロッコに乗れば一気に廃校の近くに行けるんじゃない？おいおい、何年も放置されっぱなしのトロッコだぞ。車輪も錆びきってて動かないだろう。動いたとしても
脱輪や止まらなくなる可能性もあるから危ないと思います。トロッコ自体かなり傷んでる。多分大人が乗ったらそこが抜けるわ。そこが抜ける。そうだよね。ライザーしょんぼりしてるね。でもトロッコの行き先が廃校なのは間違いないし、線路をたどっていけば入り口が見つかるはずだよ。瓦礫とかいろいろあるから注意して進んでみよう。そうやね、そうしようか。下にトロッコ乗ってるからそっちに行きゃいいだけの話なんやけどね。神秘的な魔石のかけら、おちょっと取っていくか。これはなんだ、スウィングか。なるほど、おエルココナッツ結構欲しいから、これ立派な素材の一つ。何に使おうかな。まだハテナないの。あった危ねえ。何かあった、あ、やつやわ。上にアイテムがある、取りに行こう。この先に何かあるはずや。おい、何をした。わあ、ここの景色私好きだな。雨降ってるけどね。何度も言うな。うん、それにしてもとっても広いね。どれくらいの人が働いてたのかな。晴れてたらもっと良かったのにな。マジで思った。昔からこの地に住んでいる方から一度聞いたことがあります。オートが金属の大生産地だった頃、ここはすごく賑わっていたらしいです。オートに住む人たちはもちろん、外から来た人たちも一緒に働いていて、ここで財を成し、オートに家を買った人や貴族に成り上がった方もいたそうですよ。夢のあるいい話じゃないか。はい、ですがこうして廃校になってしまったということは、それももう夢の後ですけど。ごめんなさい、変な話をしてしまって。そんなことない、聞けてよかったわ。ね、この町の大切な歴史の一つなんだ。教えてくれてありがとう。うん、こんなところがあったらね。で、調べる。お、青画面。こら、何こいつ、金色プリがいる。大プリ玉めっちゃあるやん。何かアイテムとか、ちょっと取っていとこうならば。おお、来た。何が起こった。砂鉄や砂金の目的とか。よいしょ。うん、植物の生態か。なるほど、言ってくれればすぐ見つけるわ。ティアー、ティアー、ティアー。これ何、神秘的な。戦ってみていいかな。ほら、強そうだけど大丈夫かな。多分大丈夫。全然食らってなくね。あだ、任せた。あ、そう、そっちか。よし、シャイニングブラスト。あ、援護はいらんからダメージを与えて。マジでそれ。ほら、ナイス、魔法ダメージやったか。こっち来るんかい。よし、ほらよっと、魔法ダメージじゃい。おっと、あ、遅かった。遅かった。はい、おはようございます。ナイス。あ、マジで魔法ダメージ、ほらよっと、ナイス。プンス来た。敵は
またつまらぬものを切ってしまった的な、そういう消すよね。ほら、シャイニングブラスト、またつまらぬものを切ってしまった。ちょっと言いたかった。ちょっと言いたかった。お、29上がる。ちょっとは成長できたかな。できたできた、赤は。ミープリーダマーキー。ありがとうございました。いいね。やめとけ。そこはやめとけ。